官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが西凉の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。